諸君、こんばんは。中学1年生のいよいよ今日はね、情報掛け算に入りましたね。掛け算ですよ。さあ、そこで掛け算の、理解の仕方っていうのかな、一つ、ちょっとした例を挙げてみますね。もしこれで少しでもなんか、分かるような形になってくれると嬉しいなとは思います。まずですね、はい、将軍の大好きなゲームね、毎月ですね、これいかんよね、ゲームでお金かけちゃうね。ね、毎月2000円ですね、ゲームに課金しちゃった人がいるとします。毎月うわー2000円お金払っちゃったわーっていう人がいかんよね、いるとしたらね、1ヶ月で2000円お金、例えば自分のお小遣いから出すとすれば2000円がマイナスになるわけですよね。マイナスになるんです。だからどんどん少なくなっていくからね、2ヶ月だと2000円かける2ですから4000円マイナスですよ。3ヶ月だと6000円マイナスですよ。1年だとわお、なんと2万4000円もマイナスと、こんなことになっちゃってるわけですよ。オーマイガーですよね。で、これがマイナスがつくわけですよね。出金しちゃうからね、お金が出ていっちゃうからね、支出ですよ、間違いなくね。なのでマイナスになっちゃう。つまりこれどういう考えでいくかというと、1ヶ月で2000円マイナス、マイナス2000円の1倍、マイナス2000円の2倍、マイナス2000円の3倍、マイナス2000円の12倍、こんな形で考えていただければこんな答えが出てくるというのが見えますよね。つまりマイナスかける、これ1倍プラスですよね。これは答えはマイナスというものが出てきたんだという流れになったわけ。ここは理解できるよね。ということは今分かったのがここですよ。マイナスとプラスをかけた、例えばマイナス2かけるプラス3っていうのはマイナスが出るはずだろうということが分かったんです。プラスかけるプラスはね、今までやってきた通りですからプラスが出るのも分かってるはずですね。で、今までは 2×3 も、3×2 も入れ替えたとしても掛け算っていうのは答えが変わらなかったわけです。だからマイナスかけるプラスがマイナスということは、プラスかけるマイナス、つまりこれを入れ替えたとしても同じ答えが出てくるはずなんですね。これまではなんとかなるでしょう。ですので、プラスかけるプラスはプラス、マイナスかけるプラスはマイナス、プラスかけるマイナスはマイナスというのがちょっと理解できたのではないかなと思います。で、怪しいのはここですよ。一番怪しいのはマイナスとマイナスをかけたらどうなっちゃうの。この流れでいくと、あれかなとは思うんですけれど、若干わかるかどうか微妙ですが聞いてみてくれ。マイナスっていうのは今まで言葉の遊びをやってきたけど、反対の意味を表していた。例えば東に進むのがプラスだとすれば、西に進む、つまり反対方向だよね、マイナスだったんです。つまりマイナス2キロ行くっていうことになるわけ、西に2キロ進んだら。で、マイナスっていうのは反対だから、マイナス2キロをマイナス2倍するとなると、反対でに2倍してくれよっていうことはいかがでしょうか。マイナス2というここの左サイド、西に向くものを反対方向に2倍しましょうよ、反対の方向の2倍分しましょうよ、行きましょうよ。だから答えは、マイナス2かけるマイナス2は東方向へ 4km 行くはずだから、プラス4という形になるんだということなのね。と、苦しいか。はい、なのでここがマイナスかけるマイナスはプラスになって6、こういうような流れになります。はい、それでは申し訳ない、ちょっと厳しそうな人もちょっと置いてってしまいますが、ここで一回確認をしますね。確認ですよ。
プラスかけるプラスがプラスという答えになります。はい、ここに書いちゃいましょう。プラスかけるプラスはプラス、マイナスかけるプラスはマイナス、プラスかけるマイナスもマイナス、マイナスかけるマイナスがプラスという形になりました。ではここを前提にして答えを出そうとすれば、こちらは簡単ですね。つまり丸一番はプラスかけるプラスですから3がプラス6、マイナスかけるマイナスですからこちらに当たりますよね。プラスプラス34の12、プラスかけるマイナスですからマイナス、マイナス7は56、マイナスかけるプラスですからこいつがマイナス、マイナス2714、掛け算です。掛け算の答えを答えて、大事なのはプラスなのかマイナスなのか、そして今出してきてませんが0ヶ月ね、0をかけたら全部0になります。両方ともね、0があったらかけちゃったら、それはなぜかというと1ヶ月マイナス2000円出していても1ヶ月、あ、1ヶ月だったらプラス、ま、掛け算になりますが、0ヶ月、0ヶ月っていうのはカウントがないですよね。まだ使ってないっていうことです。だから0なんです。0ヶ月は0ですよね。そういうようなことで考えていったら、なあ、理屈はなんとかなんじゃねえかなというふうに思います。で、理屈がなんとかなるようであれば、あとはテクニックでね、テクニックかな、テクニックでね、覚えていっていただいてありがたいということでございました。もう一度だけ。プラスかけるプラスはプラス、マイナスかけるプラスはマイナス、プラスかけるマイナスはマイナス、マイナスマイナスでプラスになります。マイナスかけるマイナスはプラス。じゃあね、覚えておいてね。では。